どうも、ヴィーナスです。チャンネル登録よろしくね。今回お邪魔しましたのは長野県大町市にありますラーメン屋さんでございます。豚骨系ということでですね、家系とも歌ってるらしいので、まあ、どんな味かちょっと初めてなので楽しみにやってみたいと思います。レッツゴー。はい、ではですね、今回いただいた、家系豚骨の味をですね、まあどんな感じだったか感想を述べたいと思います。まず、スープをですね、からいただいたんですけども、ちょっと家系にしては珍しいかなっていうので、豚骨よりもですね先に醤油の味がですねしたんですよ。でその後からあの豚骨の風味っていう感じなんですけども、あまりそんなに豚骨のその存在感っていうのが、なくてですね、まあ、どちらかというとちょっと醤油の存在感がですね結構引き立ってるというかですね、先に来てまあ途中も醤油のその風味がですね残る感じで、結構経ってから豚骨の風味が来るような感じでしたね。まあ今だけの話を聞いていると、ちょっとまあ豚骨の量が少ないんじゃないかなって思う方もいらっしゃると思います。まあ醤油のそのタレの方が多く使ってですね、豚骨がの量だったりとか、まああとは鶏の方ですねが少なかったりして、まあ味がちょっと若干薄く感じるんじゃないかっていうふうに思われる方もいるんですけども、今回ですね塩豚骨の方もいただいてみたんですけども、塩豚骨はですねもう豚骨の臭みがいきなりきましてですね、その後に塩のしょっぱさが来る感じだったので、結構ね豚骨はね使ってると思います。まあ基本的な部分のその豚骨だったりとか、あと鶏の方の量はですね、まあいつも通りですねニンニクを入れてみたらですね、ちゃんとそのニンニクの、と合う感じの、まあ、まさに家系ならではの味というかですねになりましたので、多分結構な量を使ってるんじゃないかなっていうのは感じられます。じゃあなぜ醤油だけですね先に、まあ醤油の方が先に来て豚骨がそんなに感じなかったかっていうとですね、ちょっと私の憶測ではあるんですけど、まあちょっと忙しそうだったので聞けなかったんですけども、まあまず見た目からですね結構醤油濃いめの方を使ってるなっていう色はしてますよね。まあ見た限りですね、乳白色色した状態じゃなくて、ちょっと茶色みかかったですね、まあこれ醤油の色だと思うんですけども、まあ結構濃いめっていうかですね、まあ濃厚醤油を使ってるんじゃないかなと。普通はですね結構家系で食べるとその塩味というかですねしょっぱさがかなり来るところが多いんですけども、こちらのラーメンはですね塩味がねあまり感じないというかですね、まあほとんどないじゃないかなぐらいの、まあ状態だったので、なのでまあ醤油のその旨味っていうかですねの方が先に来たんじゃないかなと思います。鶏系のそのスープとかですね、鶏ガラ系の方を使ってらっしゃるところで、まあ醤油をですね使うときはですね結構薄口が合うとは言われてるんですよね。まあその塩分量がその高いというかですね、しょっぱさを感じるような薄口醤油が合うと言われてるんですけども、まあこちらのお店はまあその濃厚醤油って言ってですね、まあ基本的にその塩分量が控えめですね、まああんまあまりしょっぱくない、しょっぱさ感じない感じの、醤油だれを使ってるんじゃないかなと思います。で
そのスープ自体はね、まあ、そんな感じなんですけども、あとはですね、その麺なんですけども、麺がね結構ね、あの味があって美味しいっていう。でちょっと調べてみると、その大町市内にあるね、まあ、麺のその会社なんですかね、まあ、2社からですね、まあ、ちょっとオリジナルで取り寄せているということらしいですね。であとはですね、チャーシューとかなんですけども、ちょっと結構ですねプルプルな感じなんですけど、まあ、なんだろう、酸味があってですね、うん、ちょっと好き嫌いは出るかなっていう感じですね。私は個人的に焼きが好きなので、ということでですね、以上になりますが、参考になりましたでしょうか。完食です。ヴィーナスコラナリ TV、はい、ということで食べてまいりました。意外とですね、とんかつのこの臭さというかですね、結構ガツンとくる味でしたが、まあ醤油の方がちょっと味が、醤油のタレの方がですねちょっと強かったんで、そんなに豚骨のその臭みっていうのは感じなかったんで食べやすかったですけどね、まあ、全体的にちょっと酸味がある感じかなとは思いますけど、まあ家系って言ってもいいんじゃないでしょうかね。美味しいラーメンでしたので、まあ、ぜひね、まあ、近く寄った際は皆さん食べてみたらいかがでしょうか。ということで以上になります。ありがとうございました。